早くない？はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。ということで、今ロケに来ていて、もうヘアメイクも終わった状態でございます。うん、早いねってね。5時ぐらいに起きた。今日ゆっくり寝れたって。いや、昨日終わんのもね、わりかし遅かったからね、そんなめちゃめちゃ寝たってわけではないから、ちょっと眠いけど、うん、寒いって。寒いよ、この部屋は寒くないけど、ちょっと今中が見えちゃうからこれ着てるけど、メイクしてお味噌汁を飲んで、なぜか集合時間までだいぶちょっと時間があったので、そう、ちょっと今日は今配信しておこうと思って。あ、カイロ持ってこうと思って、それだ、一回後で。俺もこれから仕事行くところって大変だね。早いね、お仕事。うん、今日帰る必須だねってね。もう昨日も寒すぎて震えた、鼻水を出しながら寒い。やばい、なんか落ち着いたら眠くなってきた。あ、やば。みんなもね、早いね。暖房つけないの？暖房つけないな。めっちゃ乾燥する。ここ特にね、すごい乾燥してる。今日も一日ロケって、うん、今日もロケ行ってきます。ねって、ありがとう、頑張る。多分ね、明日の公演もしヘロヘロな気する、なんかマジで。なんか本当怖い、この後が怖い。すごいちゃんとビビってる。
く内容言いたい。今日のロケの、今日と昨日の。浜ちゃんは寝てるの？うん。もうみんな起きて、メイクも終わって。って感じ。朝ごはんは食べれるの？バイキングって。そうなの、食べれないの朝ごはんね、そう食べたかった、バイキング。ね、ホテルと言ったらみたいなとこあるよね、そう。ここのね、ここのホテルのバイキングめっちゃ美味しそうやったの。だからみんなで、うわ食べたいなって言っててんけど、食べれないんだって話。なんか少ない。あ、でもね、あのコンビニでね買ってきてくれてるから、大丈夫。お腹はね、空かない。さっきもお味噌汁飲んだ。ホテルは一人で泊まるんですかって書いてあるから、ホテルは一人で泊まります。まあコロナの時期っていうのもあるけどね、多分昔だったらね、相部屋とかだったんだろうなって思うけど、うん、頼んでお弁当作ってもらえばよかったのにって。お弁当なんか作ってくれるかいなあれが作ってくれんねん作ってくれるわけないやんなんか作ってくれ、お弁当一人寂しくないって。全然一人好きなんです。メンバー同士で作り合うとかって、これええわホテルやホテルでお弁当は作れへんねんでもね、お弁当食べたいね。なんか髪伸びたな、こう見たら。髪の毛ロングに見える、なんか昔の大西に見える。あ、お弁当の絵文字、弁当。ほっともっと食べたいなほっともっと食べたい。もっとの、あの親子丼みたいなやつ、丼系のやつが食べたい。
様でした。丼好きですよね。丼好きなの。大西なんとか丼ってすごい好き。牛丼、親子丼。そう、そう、ご飯に味がついてるのが好きなのかもしれない。いやでもそれで言ったら別にチャーハンとかはそう、まあ好きだけど、なんかでもなんとか丼が好きなんですね。白米とみたいな。なんかお家とかで野菜炒めとか作ってもなんかちょっとずつ乗っけて食べたりとかしちゃう。うん、そうだからお弁当とかもさ、うん、なんかAKB でさやっててさ、歌番組の時とか弁当出んねんけどさ、なんかたまにそれこそ牛丼みたいなやつ出るの。牛丼じゃないけどなんかお肉が乗った、お米の上に乗ったやつとか。なんかお西はその幕の内みたいなさ、それこそ新幹線とかで売ってるさお弁当でさ、幕の内みたいないっぱい品数が多いやつよりもなんかお米の上にお肉とか乗った、お肉、お米の上にお肉が乗ってて、そこになんかしば漬けと卵焼きみたいな、そういう方が好き。そう、あんまりねおかずの数はねいらない人間なんですよね。うん、の方が好き。うん、いっぱい種類食べるよりなんか好きなんですよ。眠くなってきちゃった、座ってたら。うん、もやし炒め丼はって絶対美味しいやん。もやし大好きよ。にしもやしとキャベツ好き、炒めるのにし。なんか何の味でも合うじゃん、もやしとキャベツって。もやしだけって物足りなくないって。ああ美味しいね。案外いけるのよね。全然もやしに味付けてみたいな、それと白米だけでいけるの。何でもいい、美味しければ。あんまね物足りないってなんないんだよね。なんか味付け自分で作ってさ、味付けとかはさなんかあるけど、なんか品数とかで物足りないとかなんない。もやしだけでも、まあ栄養は全然ないけどね、それだけやったら。まあでも味的に言ったら全然いける。うん、焼肉のタレあったらそれだけでご飯食べれるって一緒一緒そう、満足できる焼肉のタレだけ。うん、うなぎのタレもね。そう、うなぎ自体という
よりかはうなぎにも、あんまちょっとね申し訳ないけど、うなぎのタレの方が好きだったりするんですよね。焼肉のタレもお肉っていうよりかは焼肉のタレの味が好きだったりするから、だから焼肉のタレに野菜の方が美味しい、多く食べるかも。焼肉、キャベツ、玉ねぎとか、あと椎茸とか、なんかそっちの方がわりかし好きかもしれない、お肉っていうよりは。ということで15分経ったということで、もうちょっと時間あるけど、まあでも、まあ、ちょっと荷物の準備もありますので、じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにしようかしら。こんなみんな起きてると思わなかった、朝から付き合ってくれてありがとう。こんなしょうもない話久しいね、ありがとう。じゃあちょっとランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位カホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がライラック宣言さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が MM ルールズアットマークギフヌールと人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。あ、変わった、もう一回いくね。1位カホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がライラック宣言さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が MM ルールザットマークギフの夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がオスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が祝観光大使就任5周年アットマーク、読めない、カッキーアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。アイコン見ればいいのか。そして8位がひよよさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がエニアットマークももかえのあいさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がよしぼうずさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がアイスさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がさとまるさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がもゆアットマーク大西沼さん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。確かに、確かにね、奈良市観光大使就任5周年だったら奈良ツアーからもう5周年ってこと？今日時が経つのは早いね。5年前なんだ。言うて5年前なんだ、奈良ツアーって。私二十歳の時？二十歳だったんだ。ねえ、ってこと？え、5周年？ってそういうこと？よね。ねえ、おや、二十歳の時に髪染めて怒られてたんだネギ持ってる。おや、二十歳で髪染めて怒られてたんだ。大人だったんだ。でもまだ高校生ぐらいやと思ってたわ、大西。二十歳やったんやそうだったのね、案外言ってたのね、大西。おもろいねありがたいね
それ言い過ぎて、もうね、奈良ツアーってなったらもうし、もうね、ごめんやけどね、一発目にそれが出てきちゃうのよ。何か髪染めて怒られたなっていうのが一発目に出てきちゃうのよ。そう そうなのよ。懐かしいなということでですね、ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はこの後ね、一日頑張っていきたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では皆様、今から何仕事だったりなんか分かんないけど、今日も一日頑張ってください。じゃあね、行ってきます。